はいどうも渋谷です。本日はこちらワンピースカードゲーム頂上決戦、はい、こちら開封していきたいと思います。はい、またお一人様6パックということで6パック買ってきました。前回ロマンスドーンの方を引いてどうにもならなかったんで、今回は必ずスーパーレア以上引きたいですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということでワンピースカードゲーム頂上決戦引いていきたいと思います。6パックね、全121種類1パック6枚入りでございます。121種類、あ、こんな感じですね。リーダーカードやらシークレットレア、スーパーレアとかがあります。パラレルカードもありますと。スーパーレア以上引きたい、マジで。前回ロマンスドーンはめっちゃ楽しみにしてたのに、なっ全く何もなかったからめっちゃ嫌だった。これちょっとね、頂上決戦でリベンジしたい。大丈夫かな、カード切ってない。大よしよし、はい、ね、いけました。よし、頂上決戦は初なんでね、一泊目ドン。あー、いいですね、デザイン。猫まぶし。あー、みほ、かっこいい。ストロベリー。ウソップ。ホワイティーベイ。次、ドン。あら、来たんじゃないこれ。一発目から。そうだね。シークレットレアじゃない。なんて書いてる？ちょっと、ピント合わないね。やったっぽいな。一発目からもうないだろう。一発目からもうないだろう。マジ嬉しい、マジで嬉しい。もう大丈夫だわ、みんなもう大丈夫だわ。ありがとう、どんどん見てくね。リトルウォーズ、ニューカマーランド、ワン、タシギ、イノアラシ。あら、これもなんかいいんじゃない。これリーダーカードみたいなこと？これもいいよね、多分。あれ？今回いいんじゃないの？あれ？前回悲惨すぎたから、ここに来た？確率。3パック目。ストロベリー。フェンハイム。ロロラゾロ。あ、かっこいいな。ワーハンコク。なんか、バギー。バギーか。まあまあまあ、レアですね、多分。はい。文字がね、ちっちゃくてね、見えないんですよ。レアとかのところ。わー、もうないかもね、これ以上は。シークレットレア出たら、スーパーレア出ないとかあんのかな？そんなことないよな。嬉しい、4パック目。クロコダイル。はい、ウソップ。フルボディ。リーダー。トン、あー、いいんじゃない。これはこれもなんかレアでしょ。光りすぎて文字のとこ全然見えねえんだよな。これもいいんじゃないの。はい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 、今回は勝ちっぽいな。嬉しい、嬉しいわ。小袋目、サルです、山火事、和の国、ドフラミンゴ、ツルトン。はいはいはい、戦国。はい、こんな感じですね。はい、ラスト6パック目。サッチ、クロコダイル、なんか、ドボン、ミノタウルス、最後、ドン。はぁ、まあ、これもレアなんだろうね。こんな感じでございました。どうなんですか、これ。どうなんですか、これ。しゃあ、はい、ということで頂上決戦引いてきました。なんかちょっと調べてみたんですよ。したらまあレアとかは置いといて、この波、この波ですね、この波スーパーレアでまあなんか500円ぐらいなんですよ。でまあ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 と思って、で油断してたこのイワンコフ、これ頂上決戦の中で4番目に高いカードらしくて、これ6000円とか5000円とからしいです。マジかよ。
ほんで、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 この歌全体の2位とかで1万超えます。やった、やばない、やったぜ。普通に、いや多分、多分ね、僕が見たサイトではそんな感じになってました。うん、いやでもどっちにしろだってこんなん1パック180円ですから、うん、だから1200円ぐらいで買ってもう、はい、余裕の勝ち、やったぜ、ありがとうございます。カードね、引き悪かったんで、ここでやっとガッと助けてくれたね、歌がね。てか言わんこふだけでも十分だったしね、最高だよマジで。今後もね、ワンピースカード見つけたらどんどん買っていきたいと思います。ありがとうございました。